大橋左平から1901年11月3日は明治時代の実業家で白文館創業者。妻の弟は東京道創業者の高橋真一郎。三男は白文館第二代監修の大橋慎太郎。四男は東京道第二代主人の大橋正吾。長女の婿は白文館支配人で小説家の大橋夫は、 三女の婿は共同印刷創業者の大橋光義。大橋左平の墓、越後長岡の商家に生まれ、幼児より行動力と、賢明さを備えて期待された。また母の訓導を受けて、仏教の信仰に厚く、僧にすることも、親族の間で話し合われたという。十五歳の時、新言衆の僧石にあるおじを頼って上京し、九州から江戸を回る大旅行を経験して、 見聞を広め、長岡藩御用達の家業を守りつつ、幕末激動の時代を過ごした。長岡藩の砂漠方針に反対し、強順派に属して、官軍との折衝に貢献する。これによって、信頼を得、北越戦争によって、旧幕時代の体制が崩壊した長岡にあって、早くから新政府の役職を拝命し、学校や交通事業を立ち上げ、長岡の復興に尽くした。 また水運や新聞などの流通、情報事業に将来性を見出し、北越新聞や越差毎日新聞を創刊し、出版事業にも進出した。1886年、上京した佐兵は、大衆向けの教養雑誌として、日本大化論集を発刊した。引き続き様々な分野の教養ダイジェスト雑誌を、連歌で発刊し、これが、多数の読者に受け入れられた。 続いて、一般向けの教養図書を様々なシリーズ形式で連価で販売したことにより、博文館の出版事業は急速に拡大した。博文館の出版事業は、息子の大橋慎太郎によって継承され、近代的な企業集団として成長し、印刷から販売に至る出版コンセルンを形成した。ありがとうございます。